はい、皆さんこんにちは。ワンダリギルビーシです。では今回は This is a Paris の163日目になります。続きをプレイしていきたいと思います。いつものようにね、新聞の方からチェックをしていきたいと思います。もう163日目っていうことでね、一応このゲーム、これまでずっと見ていただいている方も多いかなとは思うんですが、180日間っていうのが一つのプレイの目処になっているようなので、もうここまでね、180日間ずっとプレイしていて、163日目に来ているんですけど、もう残りがね、ちょっと少なくなってきているので、もう大事に大事に、プレイはしていきたいなというふうに思っています。まずはパフォーマンスアート公演の成果工場で、アーティストはチョコレート容器に配便。これがクリスマスイブ12月24日に報道されるのか、一面で。トラック運転手高い運送税に、苦情。おもちゃ専門店木馬のキッズスペースがリニューアル。ではクリスマスイブかなのメモですが、嫌がることを無理やりさせても意味はない。その通り。結局何でもね、本人次第なんですよね。例えば、まあ、僕子供がいないんですけど、子供にいくら勉強しろって言ってもね、勉強しないじゃないですか。ゲイ今日も欠勤か、お前仕事したことあるかって言いたいな。コールマン酔っ払ってるな。ニューベリーはフラフラ。まあちょっとね、ゲージが2つしかないですからね、しょうがないな。じゃあ今日はこのメンバーで、元気に仕事しましょう。やっぱりね、勉強するにしろ何にしろ自分の、まあ意思次第だと思うんですよね。で、僕はね、勉強もともと大っ嫌いだったんですけど、中学校の頃に好きな女の子ができまして、その子にモテたいがためにね、勉強始めたっていうのがね、勉強始めたきっかけでしたね。大義軍人のデモが起きているということで、視聴者からの依頼が入っているので、ちょっと見ていきましょう。連邦政府の補助金が不足しているため、市の財務部門は人工装具の購入が不可能となってしまった。障害を持つ大義軍人が義肢を入手できないと分かり、生中継のニュース番組に出演させてもらえる地元記者に掛け合っている。テレビでいくら訴えても足が生えてくるわけではない。障害があるからといって全てが思い通りになるとは限らないと教えねばならない。松葉杖を奪って地面に鼻を押し付けてやりたければそうしても構わない。いや、そんな風に思わないんだけどな。まずはじゃあそのデモなの。ちょっと待ってくださいね。大気軍人のデモです。約100人の身体障害者である大気軍人が大気軍人ホームの周辺に集結。記者たちにもデモに参加するよう促し、彼らの立場を考え直すよう当局に求めている。警官を4人出動させる必要あり、スワットチームと護送車もか。じゃあ下から4人出す？まあ、デモもやり方次第だとは思うんですけどね。サンタの衣装を着た男は音楽祭に出演する予定。しかし、酒を飲みすぎてしまい、イベントの最中に大木に登って木を揺すり始めた。観客たちは男に怒鳴って降りてくるよう促しているが、今にも木が彼らの上に倒れてきそうだ。こんな事件に警官出したくないんだけどな。しょうがない。マリニアックにフラワーズ。この二人に行ってもらおう。まあ、ただでさえね、今、4人の警官をデモに派遣してしまったんで、かなり人数が少なくなってますからね。わいせつです。アンナ・グルズがペットのチワワの散歩をしていたとき、噴水に入り込んでお互いの服を脱がし合っているカップルに気づいた。あの場でセックスでも始めてしそうな感じだったと頭がおかしい。まあ、そりゃそうだな。12月24日。イラストを見る限り雪が降ってますよね。この中で噴水に入って服を脱がし合い、セックスを始める？ちょっとさすがの僕もできないな。今日は事件が多いな。おっとー、マリニアックが自動車事故で死亡か。マリニアックはフラワーズと行かせたんだけどな。マリニアックに何があったんだ。別にね、すごい疲れてる人を無理やり働かせたわけでもないんですけどね。人質事件ですね。5人の武装した動物愛護運動家たちはペットショップを主義、すべての囚人の即時解放を求めた。なんでペットに、動物愛護運動家たちがなぜ囚人の解放を要求するんだろう。客たちは出口に殺到し、混乱状態の中で誰かが逃げる途中の若い女性を撃ってしまった。その女性は即死。なんてことだ、刑務所には行きたくない。目撃者は全員殺してからここに逃げよう。犬猫なんかどうでもいい。まあそれはそうなんだよね。犬猫愛好家がなんで囚人の解放を望むのか、その理由がよくわからないですもんね。
いや、マリニアックもね、だいぶ長いこと一緒に働いてくれたんですけど、マリニアックも死亡か。で、公然わいせつの方は、犯人逮捕。ディクソン、レイグッドにはすぐ戻ってきてもらいましょう。で、こっちの方はというと、フラワーズ、一人だとちょっと厳しいよね。市民は死亡か。でも、無理やり鎮圧しますか。ちょっとここは鎮圧せざるを得ないな。マリニアックがね、失われているんで、どうしても警官追加したいですからね。鎮圧しましょう。で、その上で大規模な喧嘩騒ぎ。クリスマスマラソンの中にサンタクロースの喧嘩が勃発。サンタクロースの衣装を着た40人ほどの男たちが殺傷事件に巻き込まれているっていう喧嘩事件と、もう一つ行方不明の方ですね。5歳の女の子は田舎に家族でバーベキューに出かけて行方不明。なるほど。いずれにしても警官が戻ってこないと派遣できないな。まずは、森の方に派遣したいんですが、森の方にはディクソンを、おっと、人質事件の方ですね。人質たちはひざまずいて死を覚悟。しかし犯人たちは誰かがとどめを刺すか決めかねて口論していると。野良犬の人質にとって交換条件を提示。攻撃準備。犯人たちとコンタクトを取って交渉する。まあ、野良犬を人質に取る意味はわからないんでやめましょう。しかも犬自治だしね。攻撃の準備をするか。犯人たちとコンタクトを取って交渉。まずはここからだな。額にタトゥーのある容疑者が人質に発砲しようとしているが、銃の安全ロックがうまく外れない。音がロックを外そうと躍起になっている。閃光弾を投げて、容疑者全員を拘束。犬のふりをして犯人たちに近づく。犯人たちに発砲射殺。まあ、ここは閃光弾だな。でだ。行方不明の方から2人派遣しましょう。ディクソンとレイクットしかいないんで、この2人を派遣していきます。おっと、もう一人必要？いや、行方不明の事件なんだから二人で行ってよ。フラワーズが間に合ったね。で、大規模な喧嘩騒ぎの方は間に合うかな？あと8秒。なんとか間に合いそうですね。間に合った。じゃあ、ここは。マイリーとゲイ、上から2人。ちょっとね、政治的見解が微妙なんで、測りかねるところはあるんですが、この2人を派遣しましょう。で、神からの試練と武装強盗が2つか。視聴者からですね。今日は招待者限定のパーティーを視聴者で行い、そこで貢献した職員たちを表彰する予定。視聴者の職員、警備員たちは酒を飲んでしまうだろうから、警察を派遣してほしい。ここは市長の意向に今は逆らえないんで、普通3人送ろう。で、武装強盗の方がどうしても人が足りないな。スーパーヒーローのように武装した8人の特攻が銀行に押し入り、現金をバッグに詰め込むよう要求。2人の警備員は銃を手に取り、強盗たちに発砲。1人が死亡、2人が負傷。その後、2人の警備員も殺され、一般市民1人が負傷。こっちに警官出すべきだったな。神からの試練、27秒あるけど、こっちはもうどうにもならないね。とある厄介者が狂気に迷い込んできて困っている。日曜日になると局民たちからの募金が大量に入った、賽銭箱からお金を盗んでいくと。残念ながら我々ではそいつを捕まえることができない。そこでお願い。署で一番景品な職員を派遣し、神の聖杯をしっかりと見張らせてくれと。なるほどね。いや、これどうなんだろうな。まず、フォーチュン銀行の方の強盗事件には、多分死亡者が出てるでしょ。見たくないけど。くそー、かくれんぼだったか。ここに3人派遣しちゃったからな。せっかくなんで、ここはもう確実に逮捕したいので、フロリダを送りましょう。器物破損が起きてるけど、今警官が全員出払ってるんですよね。ディクソン、レイグッド、フラワーズが戻ってこれれば派遣できます。間に合うかな。レイプの方だな。レイプの方にしましょう。ちょっと器物破損は無理だな。しかも誤報だった。よし、助かったね。喧嘩騒ぎの方は4人送ってるんで、おっと、市民が死亡？いや、これ、誰か相性悪かったな。ゲイかな。
マイリー、バンダル、フロリドのうちゲイだけちょっとね、色が違いますからね、肌の色が。レイプ事件の方に行きます。バネッサ・ガントがパティからの帰り道、女性の叫び声を聞いた。周辺を見渡すと若い女性が2人の男に服を引きは剥ぎ取られているのが見えた。男の1人が女性を地面に叩きつけて足で首を押さえつけている間に、もう1人の男は女性の下着を脱がせた。いや、これはひどいな。しょうがない。ここは男2人。ディクソン・レイグッド。行ってこい。救ってこい。待機軍人のデーモンは、しっかりとやったけど、職権乱用、公式尋問に招集。マジか。25日ね。明日か、しかも。新しい写真を3枚入手ですね。これはちょっとまだ無理だと思うので、暴行事件の方は見つかっていない。新しい写真ね。誘拐事件は、まあ、こっちも見つかってないか。明日は公聴会に行かなきゃいけないんだな。尋問会か。だから退役軍人のデモなんかに人を派遣したくなかったんだ。ディクソン・レイグッドは大丈夫だね、この2人のコンビは。さあ、じゃあ、163日目、勤務を終了していきましょう。He's here. Well, what are you waiting for? 市長のところにやってきたようですね。ロジャーズというのは市長です。現職の市長で、自分である警察署長とはちょっとね、反りが合わない感じです。Because at the very beginning of my career, I learned an important rule. If someone, anyone, friend or enemy, if they want something bad enough, you can hook them with it. I know just what you mean. What does Jack Boyd want? A good pension? Doubtful. $500,000. I think that whole nonsense is a myth. The others might think that you just want a paltry sum of money and you'll walk away. I think. No, I'm sure of it. You want what you've always wanted, to remain the chief of police. And only I can give that to you. You are to lead a special operation against Chaffee. I want your team to come down like a hammer on his stinking restaurant. I want you to personally be there and stand in front of the cameras. And I want this fairy shot during his arrest, a dozen bullets at least. I want to see his mutilated body all over the airwaves. I expect a perfectly planned operation. And if you keep me happy, you'll keep your job. For another year and a half. I think we さあ、ロジャーズの方からも Not a year and a 声 half, がかかりましたね。Rogers, for the rest of my life. You think you can dictate terms, Jack? Yeah. Because if someone wants something bad enough, you can hook them with it. I think we have an agreement. はい、というわけで163日目、過ごしました。今日はね、ここまでにするんですが、次回25日をプレイするときはね、おそらく尋問会から始まるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、そのあたりは次回お届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ次回も、よろしくお願いしたいなというふうに思っています。というわけで今回はここまでにさせていただきます。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。